皆さんこんにちは、ドイちゃんです。さて、今回のビデオはですね、今週末に迫った東京ロードレース、メダルをかけた争い、夏の祭典、様々な言い方があると思うんですけど、残念ながらいろいろ制限がありまして、正式名称を、言えないっていうね、ことなんですよ。なので、夏の祭典っていうふうにしときましょうかね。全世界から優秀な選手がですね、集まって、日本で唯一ですね、おそらく世界の選手を一堂にして開催されるロードレースをご覧いただけるというね、そんな機会がやってまいります。今回のビデオではそんなレースの展望等ですね、男子女子簡単にですねまとめてみましたので、そちらを見ていただきたいと思います。それでは見ていきましょう。さて、東京ロードレース夏の祭典のレースプレビュー行ってみたいと思います。まず最初にね、東京ロードレース、今回のね夏の祭典のコースレイアウトについて距離とね合わせて紹介していきます。まず男子はですね、24日11時スタート、そして距離が244キロ、これパレード走行10キロが含まれておりますので、レース距離に関しては234キロとなっております。そして獲得標高なんですが、なんと4865メートルということで、大変厳しい山岳コースとなっております。対して女子のレースに関しては25日1時スタート、距離が 147km、 これもパレード走行10キロが含まれておりますので、レース距離に関しては137キロということになっております。獲得標高に関しては2692メートルということで、距離に対しての獲得標高を考えると大変厳しい山岳コースなのかなというふうに感じております。女子に関してはですね、山伏トンネルというね、道志道をぐーっとずーっと登っていく感じ、徐々に獲得標高を得ていくような感じになるんですが、後半区間になるとね、だいぶ山岳の、勾配がですね厳しくなっていって、トンネルの手前でですね、ちょうど山岳ポイントと言ったらいいのか、最高標高地点と言ったらいいのかっていう形なんですが、そこを越えて、そして籠坂峠を越えるとですね、言ったら結構普段やっているクラシックレースのような、起伏の厳しいレースというよりも、どっちかというとクラシックレースに近い感じなのかなと、ステージレースのような山岳コースというふうには言えないのかなというところで、わりかし、クライマーというよりもいろんなレース、アップダウンが得意な選手、もうザ・クライマー系の選手というよりは、いろんなレースに対応できる選手がですね、すごく可能性が出てくるのかなという気がしております。対して男子に関してはですね、前半同じようなコースレイアウトで、山伏トンネル越えて、その後ですね、これね、富士山の僕が学生の時合宿した時はチェリーラインって呼んでたんですけど、なかなか厳しい峠となっております。この峠でおそらく最初に、プリファイナルというか、最後の重要な区間になってくる三国峠ね、激坂区間になりますが、この前にある程度選手のコンディションだったりとか、さまざまな部分をですね確認する場所になるのが、この俗に言うチェリーライン、富士山6、に、行く1400メートルぐらいまでね登っていく峠になるんですが、ここがですね一つのターニングポイントになるであろうと、ここで暑さに耐えられない選手はどんどん脱落していって、ちょっと今回は厳しいかなというのが、映像を通しても、応援してても十分感じられるポイントになるという場所です。で、先ほども言いましたが、この後にやってくる三国峠でおそらくある程度の有力選手が抜け出して、実際に富士スピードウェイに行くときにですね、どの選手がメダルを取るのかっていうのはある程度見えてくる場所になってくるのかなというふうに思います。なので一番重要なポイントを2つ挙げるとすると、富士山麓に登る中盤にある1400メートル弱まで登るですね峠道、ここと最後にやってくる三国峠、この2つがですね今回のレースの大きなキーポイントになるであろうというふうに僕個人的には見ております。僕もですね、選手の頃よくこの2つの峠は登ってましたし、すごくですね、2つの峠ともにですね印象に残る大変厳しい峠となっておりますので、この辺でね、レース
が動くであろうということで皆さんに紹介させていただきます。そしてですね、男女ともに言えるのが、スタート時間男子は11時女子は1時ということで、今現在の暑さも見てみると大変残暑厳しいロードレースになるであろうと、サポート体制はしっかりとしてると思いますんで、ドリンク補給そして首元に入れるアイスであったりとか、そういったサポート体制というのは万全を期していると思いますので、ある程度は対応できるだろうと思いますが、ちょっとした補給ミスによって脱水症状になってもうパワーが出ませんよというような状況になることは全選手にあり得ることだと思います。今回のロードレース、まずポイントは暑さ、そして山岳コースが厳しい、そして出てる選手たちは結構クライマー系の選手が多いので、なかなかですね、白熱したアタック合戦等がですね見られる、そんなレースになるのかなというふうに感じております。ここからはですね、この次、選手たちどのチームどの国が強いのか、この辺をですね皆さんに紹介していきます。さて、夏の祭典の有力選手は、そして有力な国チームはどこなのかということでね、紹介していきます。これダーっていきますんで、しっかりと聞いてください。まず最初のチーム、オーストラリアチームはリッチーポート選手、そしてローハンデニス選手あたりがいますが、ローハンデニス選手に関してはタイムトライアルメイン、そしてリッチーポート選手に関してはロードレースになるとは思うんですが、これリッチーポート選手に関してはツールドフランスでそこまでコンディション悪くなかったと思うんで、東京オリンピックに向けてコンディションを整えられれば十分可能性はあるなというところですね。そしてリッチーポート選手に関しては暑さに大変強い選手です。はい、ということで覚えておいてください。続いてベルギーチーム、ベルギーチームは何といってもワウト・ヴァナアルト選手、こちらはツールドフランス区間3勝を挙げて、山岳ステージ TT そして最後のスプリッターステージでも優勝を飾っていると、ステージ優勝を飾っているということで、コンディションは抜群にいいと思います。だがしかしツールドフランスが終わってからすぐですね移動しておりまして、その移動の疲れがどう出るか、この辺ね3週間全開でねツールドフランス走ってますから、どれだけその影響が出るかっていうのもね心配なところですね。そしてもう一人、グレッグ・ファーベルマート選手に関してはディフェンディングチャンピオンということで、大変ですね経験豊かでございます。プレッシャーがかかるレースということで、そういった空気感にもしっかりと対応できるだけの経験値があるということも含めてね、そして暑さにも大変強い選手です。なので、今回もねしっかりとメダル狙って走ってくるであろうというところで、グレッグ・ファーベルマート、そして続いてこちら最後になりますが、レムコ・イベネプール、若手有望株大変強いでございます、彼に関してはワウトとかねよりも一足早く東京に入って、加護坂峠、三国峠、そして道志道等をですね試走を重ねて、しっかりとね暑さになれるような対策をしているというふうにね、彼のツイッター等を見てると見受けられますので、この辺かなりですねいい形で日本に順応して、走ってくるかなというふうに感じておりますので、かなり有力候補になるであろうという形です。そして続いてスロベニアチーム、スロベニアチームは何といってもタジェイ・ポガチャル、ツールドフランス2連覇飾りました、彼もすぐ、日本に移動していると思いますが、その移動疲れがどう出てくるか、ただコンディションはもうスーパーいいと思いますんで、金メダルかなりいい感じで来るんじゃないかな。リエージュ・バストン・リエージュのようなねワンデーレースでも十分力を発揮する選手でもありますので、かなり可能性は高いと思います。そしてその夫人としてプリモス・ログリッチ、トラトニック、そしてヤン・ポランクということで、スロベニアチームはかなり全選手結果を残す能力がある、チームだと僕は見てますので、かなり有力チームであろうと思います。そして続いて、ロシアチーム、シバコフ、ウラソフ、ザッカリ、この辺はねおそらくかなりおんぶに抱っこ作戦で、他の有力チームがこうバチバチやってる間をスルスルっと行ってしまう感じ、いいとこ取りみたいな感じのレースをしてくるのかなというイメージがあります。ただ、選手一人一人大変力のある選手ではありますので、ロシアチームも目が離せません。続いてイギリスチーム、
イギリスチームはゲラン・トーマス、テオ・ゲオゲガンハート、そしてイエーツ兄弟ということで、まあ、ゲラン・トーマス、テオに関してはタオに関してはなんか、まあ、ツール・ド・フランスでそこまで、ね、トップコンディションではないというふうに思います。ただ、まあ、イエーツ兄弟がですね、今回のコースはかなり得意でないかと、得意であろうと僕は個人的には感じております。山岳が得意でスプリントもできて、で、まあ、独走力もあるというこの3拍子揃ったイエス兄弟がどういったコンビネーションを見せて戦ってくるのか注目しましょう。続いてオランダチーム、オランダチームはバウケ・モリマ選手、トム・デュムラン、ウィルコ・ケルデルマン、この3名がおそらく有力になってくるであろうと、ね、トラックと、まあ、兼任で出走する選手もいると聞いておりますが、おそらく、まあ、ツール・ド・フランスで世界優勝を飾ったモリマ選手、そして、ね、見事復帰したトム・デュムラン選手、そしてウィルコ・ケルデルマン選手は総合ツールドフランスでも総合で上位に食い込んできていて、まあ、コンディションは全然悪くないというふうに思いますので、暑さだけね、どういうふうに対応してくるのか、オランダ人といえばあまりね暑さに強いイメージがないんで、この辺がちょっと心配ではありますが、おそらくベースのですねポテンシャルが大変高いチームとなりますので、注目しましょう。そしてエクアドルチーム、これは僕個人的な気持ちがすごく入っているんですが、リシャル・カラパス選手、そしてナルバエス選手、この2名、まあ、大変山岳に強い選手となっております。とてもね山岳コースと、まあ、山岳が厳しいレースとなっておりますので、この2名が、おそらくですが、先ほど言った通りロシアチームのような形でおんぶに抱っこ、強いチームがバチバチやってる間にスルスルっと、こっちから行っちゃえみたいな感じでね、勝ちに来るんじゃないかという感じで見ています。なのでこの2名覚えておいてください。そして最後デンマークチーム、デンマークチームに関してはジャコブ・フグルサング選手がロードレース、そしてガスパー・アスグリーン選手がタイムトライアルで、まあ、結果を残せるポテンシャルがあるであろうというところですね。まあ、アスグリーン選手に関してはツール・ド・フランスでマーク・カベンディス選手のアシストをしっかりと務めて大変大活躍されております。そしてフグルサング選手に関してはあまりいいとこはなかったと、ね、ツール・ド・フランスではいいとこはなかったと、ただ、まあ、東京オリンピックにかける思いというのはかなり強いと思いますので、情けない走りはねおそらくしないかというところで、彼の、ね、持つ経験値をですねふんだんに発揮してもらって、日本のロードレースファンを沸かしてくれると思いますので注目していきましょう。そして続いて女子選手行ってみたいと思います。女子選手はなんといってもオランダチームがもう優勝候補ですね。おそらくもうワンツースリー行くんじゃないかっていうぐらい強いです。デニ・フォーレリング選手、ジロデイタリア、今回のジロデイタリア総合3位、そして、ベテランファンフルーテン選手ね、数々のレースでタイトルを取っております。そして、彼女がおそらく優勝、まあ、大本命ファンデルブレヘン選手はですね、今年ジロイタリア総合優勝しております、ね、女子版のジロイタリアですね、優勝しております、でですね、まあ、現世界チャンピオンということで、かなりですね全選手が注目して走りにくいレースになるとは思うんですが、いつもですね彼女はそんなマークされていてもですね、もう関係なくアタック仕掛けてもう振り切っていっちゃうようなね力強い走りを見せる選手なので、見てて大変気持ちいい選手です。そしてマリアナ・フォス選手ね、彼女に関してはもう元世界チャンピオン、数々のレースでタイトルを総なめにしてきてね、大変経験値豊富な選手になっておりますので、今現在ね今回のチームを組んでいる選手たちと共にですね、まあキャプテンとしていろんな知識をフィードバックしながらチームがより機能するようにですね走るための、まあ司令塔といったらいいんですかね、そういった形になるかなというのがこのマリアナ・フォス選手になると思います。ということでオランダチーム大変強力なので注目してください。続いてイタリアチーム、イタリアチームはロンゴ・ボルギーニ選手、なんといっても彼女がもう、まあ、世界のスーパースターですね。過去には萩原麻衣子選手、そして与那嶺選手の、まあ、元チームメイトとして、走っているということで、まあ、日本に対するなんかなんていうんですかね、結構親日家なのかな、そういった意味でも日本のサイクルロードレースファンの皆さんに対しても親切にですねファンサービスしてくれたりとか、またですねそんなロンゴ・ボルギーニ選手は大変ね山岳にも強くて暑さにも強いと聞いておりますので、彼女の活躍ね期待したいですね。そして、最後になります。最後はコリン・リベラ選手、
ルース・ウィンダー選手、アメリカチームになります。この2名はですね、まあ、過去の結果を見てると、まあ、悪くないのかなというところで挙げさせていただいております。暑さに関しては、まあ、全選手共通しているのがやっぱ湿気にはかなり苦しめだろうというところでは、まあ、全選手一緒なので何とも言い難いんですが、まあ、この2名、アメリカチームとして、まあ、プライドを持ってですね戦ってくるだろうというところですね。そしてですね、最後になります。日本チームとして荒城幸也選手、そして増田成幸選手、与那嶺恵里選手、金子博美選手、この4名がですね今回日本を代表して出走いたします。さて皆さん、いかがだったでしょうか。今回の夏の祭典レースプレビューということでね、言葉の制限があってなかなかですね使える言葉が少なくて、難しかったんですが、まあ、有力選手そしてコースレイアウト、ね、女子男子ともにですねお話ししてきました。ぜひですね今回のレースプレビューを参考にですね夏の祭典楽しく観戦してください。ということで今回の動画も参考になったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。